こんにちは、あるいはこんばんは、イワンド院長です。はい、ということでね、ちょっとね、これはね、まあ、一応質問箱なんですけど、さ、まあ、こういう人はイワンド来ちゃダメだよって思っちゃうような質問だったんですね。で、いろいろネットとかで調べたら、骨盤矯正の通う頻度っていうのは週1だ、場所的に難しいんで月1でもいいですかと、意味ないですかみたいなっていう質問が来たんですけど、いや、何のネット調べてもそう出るってことは意味ないってことじゃないですか。わかりますかね。これね、僕ね、ほんとそういう人ちょっと苦手で、何があるかというと、よくこれあるんだけど、患者さんとかね、初めて来た人にはじゃあ足組まないで深く座るようにしてください。これ基本中の基本ですね。 L 字になるように座る、座るときこうソファーとかでバーンってこうくつろぐような座り方をしちゃダメ。はい、そうするとね、骨盤広がっちゃうんですけど、で、そういうのはまずある意味指示としてはすごい処方で簡単じゃないですか。で、じゃあ揃ってきましたよっていう人で、次どうするの、お水に飲み物を切り替えましょうっていうんですね。はい、で、僕なんて言いましたか、水ですよ、水って言ってるんですよ。はい、で、そういう時にね、お茶じゃダメですかとかっていう人がいるので、僕こういう人が苦手なの。いや、水って言ったら水じゃん、変な話、それ以外の選択肢出してないでしょ。だからそういう感覚で何しに来たいのって話なんですよ。はい、でいいですよ、その全然遠いとこからで、その肉食も大好きだからね、行ったところにぜひ行ってみたいって思うのは、そのファンがそういう気持ちになるのは全然わかるんだけど、効果出したくて通いたいんだったら、そのネットにある指示の頻度で通うのは無理なんでって言ったら、もうじゃあ効果出せませんってことじゃないですか。理由があるから、最初は週1で来てくださいって。で、普通にうちの施術っていうのは、まあいろいろね、同じ骨盤矯正でも細かく細かくこう、なんていうの、バージョンアップしてってですね、質を高めていってるんですけど、で、そうすることによってですね、通常僕がそのデビューしたての頃はね、自分のいた世代でベースの骨盤矯正はほぼ変わってないですけど、その1週間から10日に一遍で4回から6回で揃います、骨盤足の長さのズレが揃いますという感じなんですよ。
でそれが、だしくまなくして深く座れば早く揃う、しっかり揃うっていう。でそれでずれやすい人は、4回6回でも揃えてきてないなって人は、カバンの持ち方どうですかとか、通勤の立ち方どうですかとか、そういうのを生活習慣をちょっと聞いていって改善してもらうっていう感じになるんだけど、うち今もう本当に 2,3 回で揃っちゃうんだよね。2回目で揃ってるってことは、1回目が1週間とか持ったってことなんですけど、それを測れるのは我々やる側なん で基本的に1週間10日で来てくださいと。でそれでずれなきゃ2週間、それでずれなきゃ3週間、それでずれなきゃその月1になるわけだけど、それを飛ばして月1になってもいいですかっていう人は、トップダンサーとか格闘家とか、そのインナーマッスルめちゃくちゃ強い人で、普段運動でするのがめちゃくちゃ鍛えられて常に体を動かしてる人とかだったら月1でも揃うんですよ。ちょっと名前出せないですけど、ダンスボーカルグループのねことが来てたんだけど、そこは本当月1で全然揃っちゃうんだけど、まあ、そういう条件特に書かれてなかったんで、こちらの提示する条件っていうのは、ユアンドのオリジナル条件じゃなくて、ネットで調べた結果そうなるわけですよ。ということはですね、人間の脳っていうのは歪んで足の長さずれてますよ。じゃあこのずれてる状態を正常だと思ってるんですよ。なので矯正かけました、あ、歪んじゃったと思うんですよ。で周りの筋肉に働きかけて戻さなきゃってなるんですよ。でそれを見て矯正をかけていく、それを見て矯正かけてでずれが出なくなるっていうものなんですね。そういうものなんですよ。なのでそのペースで来てくださいっていう。じゃあ飲み物水に変えてくださいって言った時に、お茶じゃダメですかって、一緒。自分の提案なんか聞いてなくてですね、こちらの指示に従えますか従えませんか、効果出したいんだったら従ってくださいっていうのは、もうくださいって言ってますけど命令なんですね。従えないなら効果が出ません。効果出ないんだったら無駄なお金取ることになります。来ないでくださいになります。指示に対して忠実に、それはねミスったり忘れちゃったりするのあると思う、そこを怒ることはないけども、指示に従う気がないんだったら来ても意味がないです。記念で来るんだったらもう最初からそれでいいですよ。火曜ペースについて聞かれるんだったら月1は意味ないですよね。自分で調べて分かってるんで、分かってるわけでしょって、なんで聞くのって。だからその人間の体って、水でできてる、ほぼ水 70% からね、70% ってこう水でできてるんだけど、お茶でできてるわけじゃないんですよね。水の凄さっていうのは、すごいいろんなものを溶かし込めることと温度変化がめちゃくちゃ少ない、これが水の優れた特徴なんだけど、なので普通の水を入れて古く汚れた水を出す、この循環のサイクルを作りたいわけで、それが出すっていうのは尿や便で出すわけだけども、お茶を飲むと利尿作用があるものを飲んでしまうとですね、巡る前に出ちゃうの、ね、外出ちゃうわけだから循環してくれないんだよ。水だったら水は必ず循環するんですよ、時間をかけて。なので水を飲んでくださいっていう指示を出すんですよ。お茶じゃダメですかっていう人、痩せない人だから、なんかあとこうストレスで食べちゃうんですよって、いや食べちゃうんですよって、お前そんなこうしてて自動でこうやって食う人なのっていう話じゃないですか。自分で買って開けて 手に取るなり箸なり分かんないけど、自分でこうしてこう運ばなきゃ食っちゃわないんだよ。で別にね、うちあんまりそのなんかその食事の制限っていうのはあんましないんだけど、間食はやめなさいなんですね。まあこれ命令ですよ。だからそういうのに対して、おせんべいだったらいいですかって聞く人いるんだよ。いやいやいや、その習慣を切り替えろって言ってんだよって話で、でね、だからそのお金を取るね、痩せさせるためにお金を取るっていうことは、その分の責任を預かってるわけなんで、その結果を出さなきゃいけないんですよ。4000円って骨盤矯正美容整体院の中でめちゃくちゃ安いと思うんだけど、4000円意味ないものに4000円払いますでしょ。なんで意味のあるものにしないと施術する意味がない。で効果出したいから通いたい、だったら指示通りにしてください、以上のことはない、選択肢は与えてない、そういうことです。なのでね、このね、自分でね、そういうこう提案しちゃう人っていうのはマジで結果出ない人なんだよね。そうだ、それね、ほんとね困る、ほんとに困る。
だその遠くて通えないんだったら通えないんですよ。もうそれしょうがないんでしょ。もうそんな無理して来る場所じゃないから整体院って。はい。だからどっか地元の整体院とかで足の長さのズレなんてもう子供でも取れるし、うちの再生リストの家族でやろう骨盤調整みたいな、そんなんでも揃うんでね。で自分から突き来ていいですかって判断しちゃう人ってマジ痩せないからね。本当はダメだよそういうのは。でそういう人は全部ね、こうなんつうの、理にかなったことしか基本言わないわけだから、マイナスになるようなことは言わないわけなんで、言うこと聞けないって言うんだったら、オリジナルでやりたいって言うんだったら、まあ本当それで痩せたいって言うんだったら、うち来る必要も意味もないですよってことです。すっきりした。めっちゃ言いたかった。本当そうなんですよ。本当ね、困るんですよ。聞かないじゃんって言われるの一番困るんで、はい、骨盤矯正やって結構やっぱすごい効果が出たっていう人いっぱいいて、でその肉腸も見てきましたっていう人ってすごいちゃんとやろうとする。まあゲロ君とかね、ほんと整形したみたいに顔変わっちゃったとかってなって、でめいちゃんって太ってた時はこんなに細くなっちゃったって、それはまあ効果出せる場所って分かってるんだろうかなんだけど、ちゃんと水飲んでちゃんと深く座って、もうと 1,2 回揃っちゃって、もう1キロ痩せたとか、だから2キロ痩せたとかっていう人、まあ2キロはまあ聞いてないけど、もう1キロ、あ、いるか、そういう人いるんだよ。ちゃんと言われた通りにやれば、言われたその理想の結果っていうのをすぐ出て、理想以上の結果出してる人もいるからね。で、これが今7月18日撮ってるけど、公開されたのは本当3週、4週前ぐらいじゃん。で、それでもう1キロ痩せたり2キロ痩せたりしてんだって。なんで、それはきっちりペースを守って言うことを守る人なんです。で自分の考えを差し挟む人は来ても痩せません。これもうちょっと残酷な言い方なんですけど、でストレスで食べちゃったとかって、いやそれを抑えるために金かけてても痩せるんでしょってことなんで、はい、それダメですからね。本当に3食以外は絶対間食禁止ですから、間食したら1食抜いてくださいって。僕なんかはね、あれですよ、本当に痩せない人いて、でじゃあもう間食やめてって、で間食1ヶ月後に、まあ体は揃ってたんで1ヶ月後に間食1回でもしたら俺マジ担当外れっからっつって、はい、本当に外しましたから、二度と入らんっつって言うこと聞けない人から無駄な金はいらないって、はい、まあそれでも来てましたけどね。まあ僕はもう担当しないです。はい、まあ、スタッフがその人に対してそう言っていうこと聞かなくて、他のスタッフがやるかどうかはもうそれはもう他のスタッフ次第です。自分が拒絶するっていう、施術者が拒絶する権利あると思ってるんで、まあ、ちょっと生意気に思うかもしれないですけど、客商売サービス業だと思って舐めてんですかって話なんで、こっちは痩せさせるプロなんで、プロの意見に従ってくださいって、そういうことです。そういうことです。もうちょっと厳しく言ってやりましたよ。言ってやりましょう。こういうのダメなんで一番、本当ね、なんだって思いましたか、なんだって顔しましたか、はい、ということです。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。キモ。